韓国が独自開発した潜水艦発射弾道ミサイル SLBM の潜水艦発射試験が15日に初めて成功したみたいだよ。SLBM の潜水艦発射試験成功は世界で7番目となるな。韓国が世界で7番目か。一応軍事力ランキングではトップ10に入ってるからね。そうだね。さて今回は冒頭でも紹介したように、韓国が SLBM 潜水艦発射試験に成功したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。発射試験はこの日午後、国防科学研究所 ADD 総合試験場でムンジェイン大統領をはじめ、政府及び軍の主要人物が出席する中で行われたよ。LBM は8月13日に海軍に引き渡された潜水艦、トサンアンチャンホ3000トン級に搭載されて水中から発射され、計画された射程距離を飛行して目標地点に正確に命中したとチョンワで、大統領府が明らかにしたんだ。チョンワでは SLBM 保有は全方向脅威に対する抑制戦力確保の次元で相当な意味があり、今後自主国防及び韓半島朝鮮半島の平和定着に大きな役割を果たすことが期待されると説明したね。日本政府は、ミサイルは日本の EEZ 排他的経済水域の外に着弾したとしているよ。韓国メディアは、国防省当局者の話として、2021年3月に発射された短距離弾道ミサイルと同じと推定されると報じているんだ。また、北朝鮮は13日、新型の長距離巡航ミサイルの発射実験に成功したと発表しているな。立て続けにミサイルを発射した北朝鮮だが、そのタイミングが注目されているぜ。実は韓国は9月、SLBM 潜水艦発射弾道ミサイルの水中発射試験に成功していて、最終発射試験が間近に迫っていたんだ。北朝鮮も SLBM の開発を進めているが、先を越された形で、最終試験直前のタイミングでミサイルを発射することで、兵器開発を進める韓国を威嚇する狙いがあると見られるね。今後、実験評価を経て軍に配備される予定で、SLBM を運用する国としては、韓国がアメリカやロシア、インドなどに次いで7番目になるとしているな。これに加え、新型の国産ステルス戦闘機に搭載する空対地ミサイルの発射実験も実施しており、また、超音速巡航ミサイルと弾頭重量を増大させた弾道ミサイルの開発に成功していることも明らかにしているぜ。ムンジェイン大統領は、国民がより安心し、誇らしく思える成果だとした上で、韓国の防衛産業の発展などで大きな意味があると評価したよ。ムン政権はアメリカに依存しない自主国防を掲げて国防費を大幅に増大させているよね。新たな兵器の開発を進めているんだけど、15日も、北朝鮮が弾道ミサイルを発射するなど、さらなる反発を招く可能性もあるんだ。国民の中には、このタイプの潜水艦は日本と比べても旧式で、外洋じゃ使えないとしていて、もっとも、SLBM 専用なら、韓国領海内での作戦になるが、仮に日本を狙うなら射程が短いと指摘しているね。同様に、北海道や沖縄まで狙うなら、射程は 2000km は必要で、核兵器積まないなら、命中精度も必要であるとし、まともに自力で衛星打ち上げられないのでは無理だという意見もあるな。射程伸ばせばミサイルも大型化するしね。攻撃型なら別だろうけど、SLBM 搭載なら倍近くなることから、韓国では建造は無理だという声もあるんだ。まあ、中路から技術買うか盗むかすれば、話は別だな。どちらにしても、狭く、浅い日本海に出れば、標的になるんじゃないか。SLBM の場合は迎撃不可能という意見もあったね。専守防衛には良いかもしれないけど、東京に撃ち込まれれば、かなりな犠牲者が出るのは確実で、迎撃ではなく、日本を攻撃すれば、自分の国も壊滅するだけの即時報復の体制を作る必要があるとして、核はもちろん、電磁パルス兵器、ドローン兵器やレーザー兵器など、そして、日本すべてを網羅したレーダー網の整備と自動反撃システムの構築が望まれるとしているよ。ロケットもあのざまなのに、肝心の本体は正確に飛んでいくの不明だけどね。撃ち放ったら最後、どこへ向かうか神のみぞ知るってことにならなきゃいいけど。ミサイルを見当違いの方向に飛ばすなんてお手の物、むしろ上芸だからな。発射後行方不明になった魚雷もあるぜ。それに全方向脅威なんて言うと中国に蹴りを入れられるよね。はっきりと日本を敵国とみなしていると宣言すればいいかもな。世界はわかっているだろうが、ここは韓国自身の口から自慢げに言えばいいんじゃないか？きっと韓国の国民は大喜びするんだろうね。日本は敵視されているし。日本も本腰入れて軍備拡大していかないと真っ先に狙われるだろうし、アメリカに頼っていてもダメだよね。韓国は日本を標的として敵と見ているし。日本もいつまでも仮想敵国なんていう言い方ではなく敵は韓国と言っていいと思うぜ。これを口実に日本も軍備の増強を進めてほしいよね。
有事の際に日本への被害が最小になるように備えてほしいし。まあ発射に関しても本当に成功したか怪しいものだよな。仮に成功したとして、韓国は核保有国ではないし、高価な SLBM に通常弾頭など装備して何になるんだって話だぜ。SLBM は命中精度が良くても狙った中心から数百メートルいずれて着弾するし、通常弾頭など装備したところでほぼ何の意味もないだろうし、費用対効果コスパは極めて低いと言わざるを得ないよ。周辺国のレーダーが捉えたという情報が一切ないよね。どこで発射したんだろう？さあな。というか、SLBM 開発より先に経済を立て直さないと守る国がなくなるだろうな。韓国海軍は原潜を建造する計画をしているらしいね。おそらく、今回の SLBM 発射試験はそのためなんじゃないかな。将来的には、SLBM 搭載の原潜を就航させるつもりってわけか。標的は、普通に考えれば大北には原潜は不要だし、日本か中国ということになるな。SLBM が完成しても発射する潜水艦が未完成では何の意味もないと思うけど、北朝鮮も作れているものを今更自慢しても仕方がないし、南北とも土台の潜水艦が完成していないところが同じで血は争えないよね。問題は先行できるかどうか、この前は先行どころか航行もできずに漂流してたからね。航行できない潜水艦なんて何の役にも立たないよね。笑いは取れるだろうけど、国がガタガタなのに潜水艦だ空母だ戦闘機だと金を使っているが、それらを使う前にきっと国がなくなっているな。そんな自慢な潜水艦も日本の信用保証なしでは原油すら買えなくなるだろうしね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。F-35A ライトニング2は、米軍が開発した第5世代ステルス戦闘機だね。軍事産業で名高いアメリカが開発した兵器だけあって、性能に関しては申し分ないよね。それでもその性能はまだ発展途上だから、ワクワクさせてくれるよな。うんうん。今回はそんな F-35A ライトニング2を導入した韓国について解説していくよ。それじゃ行ってみよう。米軍が運輸しているステルス戦闘機には、世界最強と名高い F-22 ラプター米空軍にて2005年12月より運用開始があるんだけど、米軍は当初、F-15 イーグルを前期 F-22 ラプターへ置き換える計画だったんだ。だけど F-22 ラプターは最新技術を結集して開発されたこともあり、調達計画も750機から648機から451機と、削減の一途をたどったよ。最終的には2011年末に米空軍へ引き渡された195号機をもって生産が終了するに至ってしまったんだよな。性能を詰め込むだけじゃコストが上がっちゃうから、難しいところだよね。このように米軍が次期主力として期待していた F-22 は高コストにより機数を揃えることができず、米軍はこの F-22 開発の反省から、低コスト多用途なステルス戦闘機の開発計画、JSF 統合打撃戦闘機計画が開始され、後にこの計画で開発された機体が、F-35 ライトニング2シリーズってわけ。F-35 ライトニング2は、5つの基礎となる機体設計から、通常離着陸型 A 型、短距離離着陸垂直着陸型 B 型、艦載機型 C 型の3タイプが開発され、今までは全く別の機体であったところを統合することにより、部品やシステムを共通化することで、開発費及び運用コストの削減を目指していたんだ。しかし、全く別の機種を統合することの難易度の高さから開発が難航したぜ。それにより開発遅延と開発費の高騰を招き、当初計画ほどには低コストな機体とはなっていないんだよな。また、この F-35 はすでに米軍や日本、韓国、英国、イタリアなどの国々で導入され運用がされているんだけど、開発プログラム自体はまだ完了してなくて、順次追加アップデートを図りながら、作戦遂行能力の拡大及び向上を図っていく計画となっているよ。そして、このアップデート作業にも1機あたり多額の費用が必要数十億円規模であり、これもこの機体の高コスト化を招く一因となっているんだ。日本では、A 型を105機、B 型を42機調達する計画となっており、数の面では米国に次ぐ第2位の F-35 運用国となる予定だよ。韓国も F-35A を40機当初は60機調達する計画であり、現在24機を調達済みとなっているよ。導入された機体はブロック 3F 完全作戦能力型と呼ばれるバージョンであり、このブロック 3F のバージョンでようやく F-35 に求められる戦闘能力の全てが実装されたんだ。なお、
この最新のアビオニクスを搭載した世界最高水準の戦闘能力を持つ F-35 ライトニング2だけど、韓国軍が調達している機体も米軍仕様と比較すれば意図的に性能を落とされている可能性があり、これの詳細は米国しか知り得ない機密事項だろうけど、果たしてどの程度のダウングレードになっているかは、米国の導入国に対する信頼度によって決まるのかもしれないね。ちなみに、韓国軍が導入した F-35A ライトニング2は、韓国側が過去に米軍から導入した兵器を米国に無断で技術盗用した前科があることから、常時米軍の監視下に置かれているとの情報もあり、韓国に対する米国の信頼度の低さを物語っているな。ブラックボックスを開けるなんて、韓国は何を考えてたんだろうね。韓国空軍は現在 F-35B を20機程度調達するか否かの検討を開始しているよ。この F-35B とは、短距離離着陸垂直着陸型の F-35 であり、主に軽空母や強襲揚陸艦などの飛行甲板が比較的短い艦や、カタパルト発艦装置が搭載されていない正規空母での運用を想定して設計された機体だね。そして、F-35 シリーズで唯一、垂直着陸性能的には垂直離陸も可能な機体であり、垂直に飛行可能な特異な特徴を持っているために、映画でも垂直に飛行しているシーンが登場ダイハード 4.0 しているんだ。ただ、垂直飛行はあくまでも離着陸のための能力であり、映画のように垂直に飛行しながら戦闘行為を行うことは想定されていないよ。この F-35B だけど、韓国が F-35B の調達を検討しているのは、韓国が軽空母強襲揚陸艦を含むの保有計画を表明しているからだね。この背景として、日本の海上自衛隊が、保有する出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH の出雲及び加賀の2艦に対して F-35B を搭載することが決定しており、その対抗策としての意図が大きいと思われているよ。なお、すでに日本の1番艦出雲について、固定翼機運用のための第一次改修講義を終了しており、2021年10月5日に米海兵隊の F-35B の出雲への着火艦実験を成功させているぜ。そして、F-35B は現在、米国以外では英国と日本のみしか採用組がなく、米国や英国が調達機数を引き下げる動きを見せているため、開発元のロッキードマーチン社からすれば、韓国の導入の動きは歓迎すべきことであるようだな。だけど、この韓国が立ち上げた軽空母建造計画に先立ち、搭載する艦載機のデータがなければ軽空母の建造ができないため、韓国は F-35B の開発元であるロッキードマーチン社に F-35B の情報開示を求めたんだけど、調達契約後でなければ明かせないと拒否されているよ。契約しなければ機密情報を開示しないのは当然のことではあるが、国家としての信用度が低いというところも大きいのかもしれないな。韓国がやってきたことを考えると当然だよね。なお、これまでは韓国が現在保有しているドクト級強襲揚陸艦の後継艦として、3万トン級の大型輸送艦の建造を表明しており、これは中国から空母保有に対する反発を避けるために空母という名称を避けたものだったんだけど、日本が軽空母相当の護衛艦を保有するに至ったために明確に軽空母保有の方向性を表明した模様だね。さて、韓国の領海の広さは日本の 10% 程度しかなく、朝鮮半島全域の領海を含めても日本の 12% の広さしかないんだ。それと比較して日本の領海面積は世界第6位の規模を誇り、国土よりも領海の方が国土の12倍広く、日本は世界に名だたる海洋国家となっているよ。そのため、日本の場合、遠く陸地から離れた海洋での防衛任務も想定され、陸上の航空基地からの支援が得られにくい場所でも航空作戦を実施するために、海上の航空基地たる空母を保有することには一定の合理性があるんだ。特に対中国の脅威から、南シナ海及び強大なシーレーン防衛には、限られた陸上の航空基地からだけでは即応性に課題があるからね。その反面、韓国の場合、東、西、南のどの領海内においても陸上の航空基地から十分な支援が得られるんだ。そもそも、日本とは違い、韓国が相対している敵は陸続きの北朝鮮であり、北朝鮮相手に高価な空母を保有する合理性はないよ。つまり空母ではなく、陸上戦力や空軍戦力に重きを置くべき防衛環境と言えるんだね。また、軽空母での運用が想定される F-35B は通常離着陸型の F-35A と比較して、燃料搭載量が少ないために航続距離が短く、垂直着陸に要する装備の追加による機体重量の増加の影響で搭載可能な兵装も少なく、整備性や信頼性も悪化しているよ。端的に言えば、
S35B は短距離離着陸垂直着陸の能力以外は S35A に全て劣っていると言えるな。そのような作戦機として劣った機体を F35A に変えて導入するほどの国防上の利点が韓国にはないため、今回の韓国の F35B 及び軽空母導入計画は、日本が保有するから韓国も欲しいという虚栄心からのものであると考えられるよ。今回の韓国の軽空母保有検討の問題で日本が懸念することは、韓国が米国の意に反した行動をしつつあるということだね。トルコがロシア製のミサイルを導入した際に米国が反発して関係が悪化したように、韓国がそれと同じような状況となれば、韓国の東アジアにおける共産主義国家からの西側諸国の防波堤の一翼としての機能が薄れ、韓国が担っていた負担が日本に移り、それが日本に重くのしかかることになるんだ。ほんといい迷惑だよ。また、F35 ライトニング通波、日々のメンテナンス以外は特定の国家に設置された組み立て製造及びメンテナンスを行う拠点 FACO で、重整備や機器のアップデートなどを行う必要があるんだけど、東アジアにおける拠点は日本にあるんだ。これについて、韓国は政治的感情的に日本での同期の整備を拒否しており、韓国における F35 ライトニング2の稼働率低下が懸念されるよ。日本の場合、F35 ライトニング2の稼働率を向上させるために FACO を日本に誘致し、日本国内で機体の組み立て作業も行うために F35 の調達価格も韓国よりも3割ほど高くなっているぜ。これは日本が、ただ F35 ライトニング2という機体を導入することだけしか考えていなかった韓国とは違い、実際に運用する上で防衛上必要な稼働率の確保に重きを置いていることが伺われるよな。また、FACO が F35 ライトニング2の機密事項を多く取り扱うため、国家としての信用度も大きく取られ、情報漏洩が行われないと米国から信用される必要があるぜ。ただ、これについては、日本と同様に FACO を開設しているイタリアが、昨今のコロナウイルス感染拡大の影響によって経済状況が悪化し、中国の経済援助への依存がますます強くなっており、これにより、イタリアから中国へ機密情報の漏洩が懸念されているんだ。中国の脅威は全世界的に広がっているから、日本もイタリアのように中国への依存度を強めれば、米国からの信用度も低下する可能性があるし、日本は難しい舵取りを迫られているんだよね。ちなみに韓国は日本の人口の半分であるのもかかわらず、日本とほぼ同額の防衛予算を計上しているよ。韓国ではインドネシアと共同で開発を行う予定であった。国産 4.5 世代戦闘機 KFX の開発費の負担増加も問題になっているよ。国民一人当たりの防衛予算の負担が日本の2倍ということもあり、国民から防衛費の使途について、もっと有効な使い方を求める声が韓国内からすでに吹き出しており、今後の韓国の動向が注目されるね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国の強襲揚陸艦とされる輸送艦ドプトに続く2番艦マラドが就役したみたいだね。韓国の潜水艦か、新潜水艦の就役って大体ワクワクするんだけど、韓国が作ったものはな、何かしら問題点があるし、そういう意味でトラブルに見舞われる運命だよな。もうトラブルが起きてもそれが当たり前になりつつあるもんね。今回はそんな韓国の強襲揚陸艦について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年6月28日に韓国の慶尚南道の近海軍港にて、ドクト級大型輸送艦の2番艦としてマラドの甲板上において就役記念式典が行われたよ。マラドは1番艦ドクトから14年経って就役した2番艦なんだけど、ドクトが基準排水量14,300トン、満載排水量18,800トン、全長185メートル、全幅32メートルであるのに対して、マラドは基準排水量14,500トン、満載排水量19,000トン、全長 199.4 メートル、全幅 31.4 メートルと一回り大きいものとなっているよ。逆に乗組員数はドクトが約450名であるのに、マラドは約330名となっており、この14年間における精進力化が進んだ結果と見られているね。速力は両艦とも約22ノットと海上自衛隊の出雲型の30ノットと比べて低速で、大隅型輸送艦とほぼ同じとなっているよ。また、ドクトマラド両艦はどちらも艦尾にウェルドッグがあって、LSF2 型エアクッション型揚陸艇ホバークラフト2隻を収容できるようになっているんだ。
この LSF-2 型エアクッション型揚陸艇はアメリカ海軍の LCAC-19 エアクッション型揚陸艇と同等の能力があるとされていて、満載排水量155トン、全長 27.9 メートル、全幅 14.6 メートルで、戦車や自走砲なども搭載して上陸作戦に用いられるホバークラフトだね。なお、韓国海軍ではこのロプトとマヤドの関係を強襲揚陸艦としているが、アメリカ海軍協会 USMI での分類ではヘリコプター揚陸艦 LBH とされているほか、米英海軍年間ではロック型輸送揚陸艦 LBD とされており、大隅型輸送艦を同じとされているぜ。マラドの全通飛行甲板には出雲型護衛艦と同じヘリ発着用スポットが5カ所設けられていて、同時に5機のヘリコプター発着が可能であり、垂直短距離離着陸機の運用が可能となるように、耐熱対策が施されているとされているけど、どうやらこれは垂直離着陸機 V-22 オスプレイの発着艦が可能になる程度の耐熱処理のようで、F-35B の発着艦に耐えることができるのかは不明なんだ。また、ヘリコプターの格納スペースについては、現状では、CH-60 などの汎用ヘリコプターが2から3機置ける程度のスペースしか確保されておらず、後方の車両甲板を格納庫に転用して10機分のスペースであるため、実際に F-35B を搭載することになるとすれば、かなり大幅な艦内改修が必要となるだろうと言われているよ。なお、揚陸艦に搭載されるヘリコプターはこの先、現在韓国海兵隊に配備されている国産の MUH-1 に変更される予定で、2023年に完了予定とされているな。ドクトとマラド違いってどんなところなの？ドクトとマラド違いについては、艦隊の大きさだけでなく、護艦防御において大きな違いが生じていて、ドクトでは近接防御火器システムシウスがオランダ製のゴールキーパー2機であったのが、マラドではアメリカ製のファランクス2機に変更されているよ。ちなみにドクトに配置されたゴールキーパーは小物なのが、飛行甲板上の2軍のヘリコプターが車体に入ると迎撃してしまう欠陥が問題となったら笑い話があるぜ。また、近接防空ミサイルのドクトでは、アメリカとドイツの共同開発によるラム RIM116 が搭載されていたが、マラドでは国産のミサイル垂直発射システム KVLS を採用して、2019年から量産が始まった国産の艦対空ミサイル階級を搭載することになっているらしいな。この韓国が開発した艦対空ミサイル階級は、その開発段階から物議を醸していて、性能評価試験で韓国海軍が命中率 90% と公表したんだけど、その試験設定がおおよそ敵の対艦ミサイル撃墜を想定したレベルに届いていないことが後に判明したんだよね。現代の対艦ミサイルはレーダーで捕捉されることを避けるため、海面スレスレの5から15メートルというシースキミングと呼ばれる超低空飛行で接近してくるんだけど、この試験では模擬目標を30メートル以上の高度で、しかも速度を通常のミサイルの速度約マッハ 0.9 の半分だったというんだ。高度は高いし速度は遅いし、まともなデータを取るための試験にはならないよね。この試験はすべてコンピューターシミュレーションによるもので、超低空を飛翔してきた模擬目標には一発も命中しなかったため、30メートル以上の命中率を発表したとのご都合主義だったんだ。言うなれば、まともな試験では命中率 0% っていう驚異の数字を叩き出したんだな。しかもこの試験結果について韓国国会で大問題とされながらも、韓国海軍はこの高い高度で飛ぶプロペラ機しか撃ち落とせない艦対空ミサイルを、開発が完了したと宣言してしまったというのであるから呆れてしまうよね。階級は射程が 20km 前後とされていて RIM116 よりも長いんだけど、実はこの射程距離では近年の超音速ミサイルを迎撃することができないんだ。え、何のために開発したの？おもちゃかな？アメリカ軍ではこのような対艦ミサイルの高速化に対応するために、護艦防衛用対空ミサイルの射程を最大 50km にまで伸ばした RIM162ESSM 発展型シースパローが開発されていて、日本でもヒューガ型や汎用型護衛艦に搭載されているんだ。また、中国においても H96 という射程 40km の中距離艦対空ミサイルを054型 A フリゲートなどに搭載しており、韓国の階級はもはや時代遅れの近接防御ミサイルであり、韓国海軍は国産化にこだわるあまり防空能力を向上させずに低下させてしまったと言えるね。さらに、韓国は、海上自衛隊の出雲型護衛艦の空母化に刺激を受けて、3万トン級の軽空母を建造するとしていて、ロプトとマラドを運用することでノウハウを取得するというぜ。そのために F-35B の導入を決めてその準備を進めているんだが、
このことでこの隣国が頭の痛い問題を抱えているんだよな。そうそう、F-35 については一定の飛行時間ごとエンジンのオーバーホールなどの大規模なメンテナンスが必要となるんだけど、これを実施できるのはアメリカのフォートワース、イタリアのカーメリ、日本の名古屋、オーストラリアのウィリアムズタウンに設置された国際整備拠点 MRO&U に機体を持ち込むしかないんだ。日本では名古屋の三菱重工業の FACO F-35 組み立て工場に設置されているんだけど、韓国軍が日本の拠点利用についてアメリカや日本からのオファーがないと抗議を申し立てたというよ。本来ならば韓国側からの依頼によって日本側が受諾するのが筋であるのだが、韓国は例の徴用工問題で三菱を相手取って賠償請求しているためにそれができないんだろうね。散々日本や三菱を攻撃してしまい頼めなくなった上に、自分たちの攻撃によって何か仕返しをされるに違いないとの疑心暗鬼に陥った挙句に、整備させてくださいと日本から頼めというのであるから困ったもんだぜ。やってること全部空回りしちゃってるよね。このままの状況が続けば韓国は、F-35 のメンテナンスをオーストラリアで行わなければならず、機体を運ぶのに際してドクトやムラドを航空機輸送艦として運用することになり、F-35 の運用に支障をきたすだけでなく、膨大な経費がかかることだろうね。ここ最近、韓国の思考によって徴用工問題の賠償を認めない判決が出始めているのは、このことを解決しようと日本のご機嫌を取ろうとしているのかもしれないな。しかしながら、東京オリンピックの選手村において反日の横断幕を垂らし、禁止されている政治活動を展開する様子を見れば、この隣国に対しては同情する余地などどこにもないだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。みんないつも動画を楽しみにしてくれて、ありがとうね。アザーアース、ありがとう、オリゴトウ。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